は調子良さそうですね。先日結構前、去年の年末か、年末11月ぐらいだっけ、あのデコージとのね合計エリアの10先とかも負けてはしまったもののいい成績残してますので。おお、ジャンプライブ最強、マジで言ってんのそれ、やべえな今。さあいきなり体力差がついてしまって、まあ、TMQ は不分な分で、まあこれは一発当たると半分ぐらい減りそうというところもありますが、てかやばいねこれ、まさか答え見つけちまったのか、ジャコ太郎、スフィアエリス全部ガードしてしのいでる。ここでビンター、これ下手したら圏内だからね。あーもう横押しゴリゴリできた、エイディスもありましたしね今ね。辛い時はブロッキングとガードをうまく使って頑張るんよ早尾さん毎度とは言いますがね早尾さん、ええ、さあタックル、ここで画面端入る、ゲーロゲロの手前張り、ディリアンもう一枚、タックルイジス、ウェイジス踏み込み台足、これもしかしてガードしててもいいことないな、あんまりねこれがないんですよ、わかんねえんだよなこの人な。僕この間ねおっかない人ってね配信で言ったんですけど、ありえるんだよなこの人はな。 1.2 のランダム2音発射でございます。いやあったった、拾って捕獲、そのままストレートできた、だーよく待ったこの人、どっしんどっしん風じゃねえし、ゲージを残してファイナルラウンドです、マジか、これは欲張った人がいましたね、途端に分かんなくなるのもおっかねえけど、あー EX セットはきついですね。あ、これは重なり、ある意味安く済んだが、ブロって移動投げがめちゃくちゃ伸びて、怖い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 、あ、重なり、いい拾い、また全国に9はいけるとの勘違いを広めてしまうのか、しかしここはタックレジス、登りブローしっかりしてる、ここパンで落としてしゃがみでパン、前ブロ負荷です、届いてる、拾ったあかんあかんこんなの